はい、どうも、こんにちは。今回はまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、相変わらず、積んでしまって、やり直してるっていうとこで、前回第1章終わったのかな？第1章終わって第2章、今からまたやり直していこうかなってとこで、変わらずやっていこうかなと思うわ。なんか見たことあるとこだったら、飛ばして、で、見たことないとこだったら、ちゃんと見るっていう。大丈夫ですよ。働きに出てから汽車を収めていただければ。多分ね、ちょっと見たことある気もするけど、なんかシチュエーションが違う気がするから、多分見てないと思う。このシーンはね。ああ、ザフカ様、ザフカ様。お疲れああ、様。来ましたね。すぐに常在符を私に。ザフカ様、それが。何？教官の奥から戻ってきた団員が肩を落とすと、ザフカにそっと耳打ちした。そんな、侵入ですわか？かりました。私が直接、あの方にお願いします。あ、常在符をやれないみたいな。そんな勝手な理由で常在符をあげれると思ってんのかバカ野郎みたいな。ザフカは礼拝堂の奥にある部屋、常在符の保管庫に入ると、そこを管理している男、アドラメリクに詰め寄った。アドラメリク様、常在符をお渡しいただけないとはどういうことですか？おやおや、ザフカ。それに関してはむしろ私が聞きたいね。そうですね、確かに。いつから常在符は無料で配っていいものになったのだね。そうそうだ、ちゃんと金を取れ、金を。仕方がありません。あの方はお金がないのです。そしてバカ野郎、お前。大変苦しんでいます。そんな世の中甘くねえんだよ、お前。金がないやつは死んでいくんだよ。 仕方ねえんだよ。仕方ないんだって。そこの優しさだけでね、どうにかできる世界だったらね、そもそもこんな事業は発生してないよ。こんなお金のやり取りなんか発生してない、この世界に。そうだな、仕方がない。金が払えない人間に貴重な常在符を渡すわけにはいかない。だからザフカは本当に、なんていうの、普通に人を救いたいいい子だったんだなっていうことが見えるんだね、これで。あの方は後で払うとお約束をしています。バカ野郎、お前。体の痛みが取れれば仕事ができるはずです。それは甘い。それは甘いよ。絶対に払わないから、そういうやつは。そういった苦しむ人を救うことが私たちの目的ではないのですか？バカ野郎。であれば、無償での奉仕活動をしろと？本当だよ。我々の活動資金は一体どうやって賄うというのだ？言ってやる、アドラメリでク。すが。美しい顔に影を落としながら、ザフカが小さく首を横に振った。その様子を見ていたアドラメリクはやがて呆れた様子でため息を吐く。そして机の引き出しから常在符の束を取り出した。仕方がない。どうしてもというのならこの束を持っていきなさい。メリク様、いや、どっちかだよな。普通に折れて優しくなったか、実は毒成分がめちゃくちゃ入ってるか、どっちかだよな。これは薬の含有量が低く効果が弱い不良品だ。ああ、そういうパターン。そんなものでもよければ使うといい。ありがとうございます。どうか神の恵みがアドラメリク様にもありますように。アドラメリクは返事とも取れない声を発するのみ。しかしザフカは嬉しそうに微笑むと、深く頭を下げ、部屋を後にした。あるもおん待たせね、しました。今、癒しの奇跡を。野菜とかも結構ね、ほら、市場に出せないみたいな。常在符を携えて戻ったザフカは、目の前の光景に思わず言葉を失った。儀式部屋では鬼気迫る表情の信徒たちが目をぎらつかせ、じっとりとした視線をザフカへ向けていたのだった。どうなさったんですか？皆さんお揃いで。常在符をくれ。ザフカ様、この人に聞いたんですけど、ああ、そうだよ無料でね。常在符をいただけるって本当なのですか？それは。ザフカ様、ほら汽車をしていない方が奇跡を得られるのですか？ほらほら、もうそういうことになるから気をつけろって。いえ、そういうわけではありま一人せん。甘くすると集団がこの方はさ。後ほど汽車をしてくださるので。そうか、今はないが
ちゃんと働いて金を払うということか。まずいまずいまずい。慈悲深いザフカ様は待ってくださると言ってるんだ。そもそもさ、こういうとこに来るやつがさ、まともに働いて金稼げるわけないんだよな。薬に頼るようなやつがさ、まともな生活を送れると思い出さんな。死者をせずに奇跡を授かるなんて、うん、後払いでいいのなら私は毎日だって来るさ。ほら、後払いでいい、記者は後でいい、無料で奇跡を授かっている。ザフカ奴隷の信徒との話を聞いていたか、彼が噂を流したのか、信徒たちの間では小声でそんな言葉が交わされる。皆さん落ち着いてください、うん、お金の問題ではありません。これは皆さんの気持ちの問題です。何気持ちの問題って。ここでメンタルは通用しねえよ。甘えんな。救われたいという気持ちがあれば、うん、私たちは救いを与えます。皆さんの痛みを消し癒しを与えることが私たちの目的なのですから。多分そもそも話聞いてないと思うぞこいつら。なんか言ってるわこいつぐらいしか多分見てないよ。あ、素晴らしい、うん、神様は苦しんでいる我々を見捨てたりはしない。そうでしょう。だったら私にもその無料の常在符をください、うん、苦しいんです、耐えられないんです、ザッカ様。あー、もうアドラメリクは困るよこんな。 いえ、無料というわけには。私にも。ほら、群がるじゃん。どうか。次々に痛みを訴える信徒たち、ザフカは戸惑いながらも伸びてくる手に1枚ずつ常在符を配った。ああ、そうだね、効果弱いっつってもみんなが一斉に耐えたら十分なんじゃないの。信徒たちは常在符の端に火をつけ、我先にと白い煙を吸い込む。ああ、これよ、これだわ、この煙。やばみ。痛みが和らぐ。ありがたい。ああ、もう一旦これ味わっちゃったら多分あれだよ、これからもずっと無料でって言うよ。バカだな、本当に。商売なめんなよ、お前。優しさだけでやっていけねえんだよ。落ち着いてその信徒たちを見て、ザフカはようやくいつもの調子を取り戻した。そうです。我々は皆さんを見捨てたりなどしません。うん、さあ、歌を歌って差し上げましょう。多分めんどくさくてさ、この設定作らなかったと思うんだけどさ、なんでザフカはさ、煙に耐性あんの。前からずっと言ってるけどさ、ザフカなんで煙の耐性あんの。お前も気持ちよくなんないの。何冷静に歌ってんの。はあ、やはりザフカ様は天使のようなお方だ。ここもさ、正直言っていいかな、これ礼拝堂で歌ってる姿だからさ、あの絵の使い回しだからさ、あの少なくともあの煙がたかれてる今の場所は礼拝堂ではないんで。いや、俺は厳しくいくよ。甘えさせたらダメだから、ゲーム会社を。慈悲深く厳しくいくよ。美しくお優しい。使い回しがひどいからな、絵の。仕方ないけどね、わかるよ。一枚作るのにもすごい時間かかってるのはわかる。だってこの絵は結構しっかり作ってるからさ、わかるけど。ザフカはおごすかに歌い出すと、煙を吸って、メーホンハンしたように、表情を崩した信徒たちは、歌声に聞き惚れ、感謝し、涙を流した。ほら、もう全然礼拝堂じゃないじゃん。しかし、ザフカが歌い終えると、信徒たちが騒ぎ出した。ザフカ様、うん、ダメです、奇跡が効きません。え、まあ、効果が弱いっつったからな。痛いんです、ザフカ様、どうかもっと常在符を、歌を。まあこいつらがでもこの精神状態で演技できるとも思えないから、多分さっき言った通り多分効能が弱いんだろうな。信徒たちは目を知らせてザフカに迫る。ザフカは手元にある常在符の束に目をやった。先ほどは手を伸ばした信徒たちへと配っていたが、残りは数枚しかない。ダメです、これは他の方にも。痛みが我慢できないんです、ザフカ様。演技か、演技なのかお前。常在符を、ザフカ様。おい、詰め寄るんじゃない。傍らに控えていた、傍らでいいのかな。報復の男たちがザフカと信徒たちの間に入り沈めようとする。しかし
いや暴力沙汰だよ、暴力事件だよ本当に。ザフカ様、ジョーザイフ王、癒しの奇跡よ。詰め寄る信徒たちはさらに熱を増し、力ずくでザフカの手からジョーザイフを奪い取ろうとし始めた。落ち着いて、どうか皆さん落ち着いてください。ついに報復の男たちも抑えきれなくなり、信徒たちの無数の手がザフカに迫った。その時、あ、あ、気がつきた。全員その場を動くな、ロンドン市警だ。あ、ちゃんとやっぱアーサー連絡したんだ。扉を勢いよく開け、制服姿の警官たちが踏み込んできた。青色の制服に輝く金色のバッジ、ロンドン市警だ。何ですかあなた方は。ん、ここは神聖な礼拝堂の中ですよ。バカ野郎、何が神聖だお前、薬を配りやがって。甘えてんじゃねえ。警官隊からハリーがあれ見れて胸元のバッジを指さす。俺たちは警察だ。さっき名乗っただろうが、うん、ロンドン市警だ。サルーフ福音教団の密会、ザフカエル・ビーナーだな。何が神聖だ、薬をばらまいてるだけだろうが。お前には医療用麻薬不正使用、うん、および死体盗難の容疑がかかってる。本当だ。教会の跡地を買い取って私物化した宗教団体か。神の家が家宅捜索た大笑い草だぜ。もうさ、一番左のやつがさ、モブっぽくないんだよな。なんか気になるんだよな、この3人のさ、ちょくちょくこの左端のさやつ、モブっぽいやつ出てくるけどさ、あれモブじゃないよな、どう見ても。なんか髪型とか違うんだよな。てめえら教団の化けの皮剥がしてやるから覚悟しな。覚悟しな。なんと不尊な。ここは迷える子羊が集う神の家、無礼者はお帰り願います。何を勘違いしてるんだお前は。お断りします。うん、抵抗するというのなら痛い目を見ますよ。本当だよな。皆さん容疑者の確保。アドラメリクいるからさ、そっち先に押さえようぜ。ザフカの号令により報復の男たちが警官隊を押し出そうと動く。しかしシャーロット率いる本職の警官たちにかなうはずもなく、儀式部屋内は瞬く間に制圧された。さて、残念だが俺たちは懺悔は受け付けてねえぞ。うん、受け付けてるのは供述だけだ。こんなことをしてただで済むとでも。どうしてお前はそんなに強気でいられるんだ。ザフカを怯える信徒たちをかばうようにして立ち、警官たちをにらみつけている。令状は出てるぜ。うん、ご自慢の後ろ盾も一緒にしょっぴいていいそうだ。うん、おい、捜索を続けるぞ。お、いいね。こいつは小物だ。ちゃんとこいつが小物ってことをハリは見抜いたんだな、さすがだな。先輩、奥に扉がありますよ。おいおい、行っちゃっていいのか。おい、大物を取りに行くぜ。こんだけ騒いでると裏口から逃げてそうだけどな。はい、アーサー。はい、アーサーと共にここにいてください。はい、アーサーっておかしくないか。まずはハリーにさ、相槌を打ってやれよ。わかった、気をつけて。うん、シャーロットやハリーが警官を引き連れて奥の部屋に向かう中、後続の警官、警察官と共に残されたアーサーはおぞましさを感じながら礼拝堂の中を見回した。ジョーザイフ王、ジョーザイフ王、ザフカ様、助けて。助けられるかよ。痛い、ザフカ様。苦しみもだえながら床を 転がり回る男、ジョーザイフを求めて悲痛な叫びを上げる女、ひたすらにザフカに救いを求める人々。ザフカ、ザフカ、あなたですか、アーサー・ヒューイットさん。ふん、信徒を背にかばい立つザフカをアーサーがにらみつける。しかしザフカはにらみを受け止め、たじろぐこともなく普段と同じように微笑んだ。君は教団が人々に救いを与えると言ったな。うん、これが本当に君の言う救いなのか。そうですよ。は、痛みを癒し、死の恐怖が和らぎ、そういうやそういうキャラだったな。苦しみを忘れて穏やかな気持ちになる、これが救いでなくて何だというのですか。そういえばそうだったわ。なんか最後サイコ感になって死ぬんだったな、前のあの殺人鬼ルートでも。ちょっとサイコじみて終わるんだったな。ザッカは慈愛に満ちた瞳で苦しみの声を上げる信徒たちを静かに見つめながら平然と言葉を継ぐ。彼らは貧しさゆえに治療の道を閉ざされ、医師にさえ見放されているのです。
私は彼らを救うために奇跡を行わねばなりません。そんなのは奇跡じゃない。本当だ。医療用麻薬による感覚の麻痺と洗脳だ。本当だ。悪質な詐欺じゃないか。やはりあなたはそう思われるのですね。まあそう思われるよ。もう行政とかが動かないと無理だって。貧しい人を救うのは商売だもんだって一個人がさ貧しい人を救うっつってさやってもさ結局商売になっちゃうんだもん。では一つ試してみましょう。何？クイズ？え？やばアーサーがすんじゃないの。ザフカを手にした常在婦の端にそっと火をつけた。麻薬を含んだ白い煙が立ち上がる。ああ奇跡だ。手にした常在婦をザフカのすぐそばで衣にすがっていた男の顔へと近づければ煙を吸い込みながらため息を吐いた。奇跡だ、救いだ、ありがたい。神よ、ザフカ様、感謝いたします。立ちます。床に転がる人々の苦痛の声と神への感謝に満ちたざわめきの中、ザフカは慈愛に満ちた表情で大きくうなずく。ご覧の通りです。これこそが奇跡なのですよ。頭いっちゃってんな。あ、なになに。サルフ福音教団のレアの中は喧騒に包まれていた。教会の小部屋に警察官たちが踏み込み、中にいた教団を無力化していく。シャーロット、うん、やつはいたか。いえ、見つかりません。裏道だよ、裏道。今日はここに来ていないのでは。情報屋の話だと今日は教会に来てるはずだ、うん、現場で抑えないと無関係だとしらを切られるぞ。何としても見つけろ。まあ、そらお前こんのさ、その手前のザフカたちがいた部屋で騒いでたら逃げるよ。また情報屋を使って、もう先に奥から行かないと。さらに奥の部屋あるんかい。飛び込んだ二人は粗末なベッドに縛り付けられた複数人の老若男女を発見する。こりゃ錯乱した奴らを縛ってるのか。なんてむごい。みんな手を貸してすぐに運び出してください。いや、それより先に行った方がいい。奥に。バカバカバカ、何時間かけてんの。警官たちが手分けしてベッドに横たわっていた麻薬中毒者の手足のカセを外し外へ運び出していく。ここにもね、あの野郎はどこだ。この場を他の警官に任せさらに捜索を行おうとハリーが部屋を出たところ、あ、いるじゃん。死刑の犬どもが。今まさに逃げるつもりだったのか部屋から顔を出して様子を伺っていたアドラメリクと鉢合わせをした。見つけたぞ、アドラメリク。いや、足はこっちの方が早いでしょう。逃げ場はありませんよ。おとなしくしてください。ちょっと太ってるから遅いよ、絶対こいつ逃げられると思うてか。くそ。アドラメリクは警官隊に背を向けると部屋の奥へと向かって駆け去っていく。奥に逃げた。窓もなく行き止まりのはずですよ。バカ野郎、こういう時は裏道があるんだ。違う、別にもう一つ出口があるんだよ。おうぞ。死刑の犬どもがなぜ。逃がしませんよ、おりゃ。お、ナイス。先頭を走っていたシャーロットがアドラメリクへ飛びかかる。アドラメリクは派手な音を立てながら叩きつけられるようにして地面に転がった。議員アドラメリク、医療用麻薬不正使用、死体盗難の容疑で逮捕する。死体盗難ってやべえよな。お前の悪用もここまでだ死体飛ぶなんて。素早くハリーが駆け寄りアドラメリクを締め上げその両手に手錠をかけた。くそ、どけ死刑の犬どもが。ぐわ。静かにしておけ。おっと、すまねえな。うん、変に暴れるから肘が入っちゃう。あ、まあそれは仕方ないわ。それ変に暴れた方が悪いもんな。それは肘入っちゃったのは仕方ない。豚みてえに声太りやがって。弱者虐げて食う飯はうまいかよ。お、いいね議員様。
汚い手で私に触るな。触りまくれよお前。あはん、病人から巻き上げた金で買ったご立派なスーツか。いいね、残念、殴るね。牢獄までスーツは着ていけないぜ。我々の崇高な目的をみじんも理解できない犬どもが、大層な口を叩くな。だいぶ追い詰められても強気だよなこいつな。なんかアーサーの前のルートもそうだけどさ。理解できねえししたくもねえ。だがてめえにはポートルールをしっかりと教えてやる。地獄を見せてやるよ。取り調べが楽しみだぜ。弱くなんの遅いんだよお前は。ハリーが壮絶な笑みを浮かべ、それを目にしたアドラメリクは顔を引きずらせた。待ってくださいハリー先輩。うん、なんだか焦げ臭くありませんか。結局燃えとるんかい。アドラメリクを引っ張り起こしたシャーロットが小さく鼻を引くつかせる。この同じく鼻を引くつかせたハリーが青ざめる。まずい、何かが燃えてるぞ。え、火事ですか。やばい、ハリーが。もう手遅れだ、燃えろ、何もかも燃えてしまえ。そっか、ここで捕まえちゃったらさ、裏口の場所を吐かなかったら出られないもんな。ふに笑い声を上げるアドラメリクの顔にはしてやったという とでも言うような笑みが張り付いていた。ハリーが拳を握りしめて問いただす前に後続の警官が駆けてくる。ハリー、シャーロット、神束の保管庫から火が出てる。お、この野郎、麻薬に火をつけやがったな。そんな、奥にはまだたくさん人がいるのに。礼拝堂の内部はすでに火が燃え上がり始めている。儀式部屋へ続く道には真っ赤な炎が踊り、誰も近づけそうになかった。先輩、ベッドに寝かされている人を助けましょう。バカ野郎お前。分かってる、全員集まれ、信者どもを拾って脱出するぞ。無駄だ無駄だ、何もかもが消えるんだ。証拠隠滅のつもりか豚野郎が。お、アドラメリク、てめえが逃げようとした出口を教えろ。そうだね、ここに残されてローストされたくなかったらな。教えんの。さすがにビビった。奇跡だわ、奇跡だわ。つかこの部屋はあれだったもんね、前回も。ザフカ様、ザフカ様、どう、はい。今綺麗なハイで出たな今。はい、ジョーザフに火をつけるとザフカは静かに歌い始めた、澄んだ清らかな天使の歌声で。アーサーは、ごめん、信徒たちの声は大体一緒だから飛ばすわ。信徒たちは口々に 神への感謝を述べながら立ち上る麻薬の煙を吸引している。こんなのは奇跡じゃない、うん、君たちは病に苦しむ人々を騙している。それでも彼らは救われているのですよ、うん、目の前で苦しむ彼らを救うことこそが大切です。方法は重要ではありません。救いなんてない、ただの嘘じゃないか。君の行動は信者を騙している詐欺だ。そうだろう。まあでも詐欺かって言われたら別に詐欺ではないと思うよ正直。いいことではないけどさ、別にまあ苦しみを和らげさせているって意味ではまあまあまあ別に。ザフカに群がる信徒たちをかき分けながらアーサーは、いい、詐欺なんかじゃない、本物の奇跡だ。信者がおるな。だが目をちばらせた信徒たちがアーサーに噛みつくように叫んだ。そうよ、癒しの奇跡よ。それよりお前はなんだ、うん、信徒でもないくせにザフカ様に。そうだ、違う、これもう信者の声もう一緒だから飛ばすわ。時間がさ、もう時間かかるんだこのゲーム。アーサーは鬼気迫る形相の信徒たちに追い詰められていく。ついには掴みかかり罵声を浴びせるものまで出始めた。そんな彼らの周囲には白い煙が立ち上り、徐々に視界を覆うほど濃くなっていき。なんだこの煙。ああ、火事ね。これは見た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 。とのザフカですら疑問に思い始めている。これはザフカが焚いていた煙ではなかった。扉の隙間から煙がどんどん漏れてきやがる。おい相棒、こいつはおそらく火事だぜ。お前久々に出てきたな。火事、まずいぞ。奥には多分シャーロットたちが。心配すんだ、
あいつらはあいつらで何とかするさ。まあまあそうだよ、少なくともお前よりは賢いから。どうしてそう言える、うん、簡単さ。悪党ってのはな、どんな時でも別の逃げ道を確保してるもんだぜ。あの府警や不良警官ならそっちから繋がってるところだろうよ。だから今は。ああ、わかった。火だって嘘だろう。信徒たちは火事と聞いて我に返っている。今ならアーサーの説得も通用するかもしれない。しかしここで動かすべきは信徒ではなく、それらを束ねるザフカの方だとアーサーは判断した。ザフカ、君は目の前で苦しんでいる人たちを救うのが重要だと言ったな。だったらすぐに行動するんだ。君の言葉にならみんな従う。今すぐ彼らを逃がすんだ。ザフカはアーサーの言葉を聞いて最初は迷いの色を見せていた。だがアーサーの言葉を飲み込んだのか、本来の自分の使命に目覚めたのか、ザフカは信徒たちに向かって叫んだ。皆さん聞いてください、緊急事態です。あれ全然違うじゃん。警察官による避難指示に従ってください。あんだけお前前回は燃えてる姿が気持ちいいぜって言ってたのに全然違うじゃん。ザフカ様、それはそんなことある、お前人間ブレブレじゃん。まあ、ルートが違うといえどもそこは変わんないだろう。皆さん倒れている方に手を貸して、うん、近くの人から外へ運び出してください。彼らは倒れていた中毒者や信者たちを可能な限り運び救い出す。しかし火の手は礼拝堂の中にまで燃え広がり始めていた。動ける方は体の不自由な方を抱えて逃げてください、うん、お願いします。皆さんで助け合いましょう。水だ、水を持ってこい。あ、でも前回と違ってとか水が持ってこれるのか。水なら井戸にあるわ。あれ、彼らは教会の敷地内にある井戸から水を汲み出して手渡しで運び、次々に炎へぶちまけていく。ほれ次。あれちょっとなんかあれお前ら割とまともになってんじゃん、あれが。おう何連携見せてんの。火の勢いはそれほど強くない、もう少しだ、もう少しで鎮火する。何仕切ってんのお前は。ええ、皆さんもう一踏ん張りです。何連携生んでんのお前ら。てか鎮火させるんか、まさかの。アーサーと警官たち、そしてザフカと信徒たち、みんなの働きによって炎は徐々に勢いを失い、数十分後には何とか消火することができた。うう、一時はどうなることかと思ったが、うん、しかしこいつらと共同作業をすることになるとはな。ありがとうございます。恐ろしい火災もどうやら鎮火できました。これも皆さんの信仰の賜物です。あ、お前全然服汚れてないじゃん。お前白だから汚れるだろう。信徒たちの闇間から喜びの声とほっとしたようなため息が漏れる。しかしその平穏も長くは続かなかった。ザフカ様、苦しいよ。体中が…なんだ、一緒だもんお前ら言うことが。ごめん飛ばしちゃうよ、まあ、一緒だもんだって。痛いよ痛いよ、麻薬が切れたんだろう、薬ちょうだい。さっきまで火事場のなんとかで持ってたんだろうが、うん、気を抜いたら痛みが蘇ってきたってところか。痛い。足なんだお前。痛い。ああ痛い痛い痛い。大丈夫？たくさん信徒たちが救いを求めてザフカへと詰め寄った。皆さん落ち着いてください。もう常在譜がないのです。常在譜がなくても歌だけでも。え、そんなことある？歌声を聞かせてください。でも歌声意味ないでしょう、痛み取れないでしょう。歌だけでは。そうだね。いえ、わかりました。まさか歌だけで救いを出せるのかお前、ついに。ザフカは声を張り上げて賛美歌を歌う。祈りの気持ちも込めて信徒たちの幹部に手をかざす。聞かない、聞かないよ。まあそうだろうな。信じる心があればきっと奇跡は。歌声なんて嘘だったんだってなるよ。起きてねえだろうが。神の奇跡があるなら。ああ、まずいまずい。それを見せろってんだ。まずいまずい。それはだ、ちょっと時間があれなんだわ。長えわ、まあ、仕方ねえけど
長いんだよ。まあ普通にやったら短いんだけどさ、俺ちゃんと読んじゃってるから、俺読んじゃったり自分の意見言ってるから長いんだわ。じゃあ一旦ここで切るわ。じゃああざした。